はい、もやちゃんでございますね。さあ、で今日はですよ、これです。はい、ゴーゴーボールっていうおもちゃを買ってきましたね。で、ここ書いてあるんですけど、あの転がるボールに犬夢中ということで、あのまあ、もやちゃんあんまりあのおもちゃで遊ばないんですよね。で、まあいいんですけど、まあテンション上がるのはおやつの時とかご飯の時ぐらいで、うん、まあおもちゃにはあんまテンション上がんなくて、まあいいんですけど、まあちょっとおもちゃでテンション上がってるところも見てみたいと思ったんですよね。なんでちょっとこれをね、はい、今日ちょっと犬夢中って書いてあるね、もえちゃんだってね、ワンちゃんですから、豚じゃないワンちゃんですからね。で、多分これでテンション上がってくれるのかなと思って、ちょっとやってみたいと思いますね。めっちゃ匂い嗅いでるけど食い物じゃないからね。はい、やっていきたいと思います。あ、電池がいるわけですよ。匂いが気になる。で、電池も買ってきた。よいしょ、ちょっと待ってね。めっちゃ見とる。ちょっと待ってね。ちょっと待ってもらっていいですか。はい、はい、準備完了しました。イエーイ、ね、さあ、で これが多分動くんですよ。このリモコンで、でこれが動くんですよ。光ってるのはこの電源入ってるってことですね。これこっか、いきますよ。萌えちゃん行くかんね、これ。ほら、これ見ててよ。どこ見てんの、萌えちゃん。これよし、では行きます。ほい、おめっちゃ動く。めっちゃ動く。いや、ちょ、操縦むず。ほら、見んじゃねえよ。俺を見んじゃねえ。こっち、これ。もえちゃんの前行こう、奥は。ちょっとこれね、行くよ。これを見てもらっていいですか。これよ。俺じゃねえし。これね、これいくよ。ほら、動いてるでしょ。ダメか。ほら。ほら、めっちゃ動いてんじゃん、ほら。邪魔なんですけど、みたいな。尻尾も振らないもんね。おやちゃんテンション上がっておくれ、おやちゃんじゃあこれはだから、あのもやちゃんにはあんまりね、あの聞かなかったですけど、はい、まあ、これからもね、ちょっともやちゃん好みのおもちゃがないかっていうのをね、あの、はい、見つけて探していきたいと思います。はい、バイバイ。はい、萌えちゃんの息子のぼーちゃんでございますね。ぼーちゃんの絵けんじゃないの、ほら、見ててよ、ほら、ちょっと待って、コントローラーだから、ほら、動いてるよ、コントローラーだから、ちょっと、ぼーちゃん行かないで、ぼーちゃん。もうやだ、誰も遊んでくれない、せっかく買ったのにさ、もうやだ。なんだよ、今更来たって遅いんだよ、坊ちゃん。